いやこんにちは、どうもお久しぶりでした。ちょっと目の調子があんまり花粉症のせいで良くなくて、まあそんなことはさておきですね、あのゾゾスーツが届いてですね、あのゾゾスーツってあのなんかね、感覚的に言うとね、あの半年ぐらい前かな、 4,5 ヶ月前ぐらいになんかあの注文した記憶はあるようなないようなで、ゾゾスーツみたいのが出るみたいのを知って、まあ、すぐ注文したんですよ。でそんなこんなでもう忘れてて、届かなすぎて忘れてて、んであのつい1ヶ月ぐらい前かな、なんかその芸能人の連中がこうゾゾスーツ着てみたとか、あの届きましたみたいな、なんかニュースとかで見て、ああそういえばゾゾスーツなんて注文したなっていうのを思い出して、ほいで、昨日かな、昨日ちょうど届いて、あ、本当に届いたみたいな感じで、で、まあ、今着てるんですけど、本当にもじもじくみたいなのも全身タイツで、これも、ここにあるものも、なんかこう、なんて言うんだろう、もう印刷されてるっていうか、プリントみたいな、こう、なんて言うんだろうな、クラス T シャツの、学校祭で着るクラス T シャツの、プリントみたいな感じの素材で、こう貼り付けてある感じ、スーツにこう無数にドットが貼り付けてある感じで、で計測して、まあ計測はわりかし簡単にできるんですけど、このね上のね、このトップスっていう、言い方をしてんだけど、ゾゾタウンではこれをその前と後ろがあるんですよ。厳密に言うとタグがついてて、そのタグが背中側に来るようにしてって言われるんだけど、どう考えても着心地的にはこのタグももう後ろ側に着てるつもりなんだけど、計測していやタグが後ろじゃないですみたいな、その前と後ろ逆なんで着直してくださいみたいな指示を何回も受けて、でいや本当にこれで合ってんのみたいな感じで、こうなんて言うんだろうな、 T シャツで言うとその前と後ろ逆に着てる状態、気持ち悪い感じの状態が正しいみたいで、でまあ今来て計測し終わって、でねすげえのが、計測し終わって、計測したらそのあんたの体型に合ったものを買えますみたいな、で見たらこれデフォなのか分かんないんですけど、あなたの体型に合う商品これですみたいな感じで、そのゾゾタウン側で作ってる普通の無地の T シャツと、もうこれまた普通のそのなんていうんだ、ジーパンを2点だけ紹介されて、まあ俺の体型がね、クソすぎてあんたに合うものこれぐらいしかないですっていうことなのかもしれないんだけど、そのもうね、この分かる、腹がもう出すぎてて、僕今年で25なんですけど、もう25の体型じゃないんですよ、もう堕落しすぎた生活を送りすぎて、でまあこんな腹なんで、まあその何、あんたに合うものこれぐらいしかありませんみたいなことなのか、もう出始めすぎて、そのゾゾタウン側でそのとりあえず計測して注文、あなたに合った服はこれですのラインナップがもうそれで固定されてるのか分かんないんだけど、まあ、T シャツとジーパンしか紹介されなくて、でもまあネタとしていいかなと思ってとりあえず注文して、 T シャツ色違いで3枚、白とネイビーとグレーみたいなの3枚注文して、ジーパンも、まあ、ちょうど、まあ、服別にいらないんですけど2本注文して、でもめっちゃ安い、T シャツなんて1枚1000いくらで、ジーパンももうなんつうの3000円台、もうなんか GU みたいな、でそれを注文して、まあ決済して、まあ、届くらしいんですけど、なんか付け払いみたいな、2ヶ月以内に金さえ払ってくれりゃ商品先に渡すよみたいな感じで、そのそういう付け払いの方法もあるんですけど、それはちょっと今回やらなかったんですけど、まあそんな感じでね、スーツを着て注文まで行きましたっていう感じで、うん、まあそんなとこですね。新しく届いたんで、まあ結構面白いですね。まあ今注文して、スーツ注文してどのぐらいで届くのかは分かんないんですけど、
結構なんか時間かかるみたいで、今年の10月ぐらいまで届かないみたいなんですけどね。まあ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 、とりあえず服が届いたらまたレビューして載せようかななんて思ってます。あなたの体型に合うっていうんで、ぴったり合うんだろうなっていうことで、しかも万が一サイズが合わなかったら返品は無料ですみたいな、金もちゃんと返しますみたいな、すげえな前澤さんみたいなね、スタートトゥデイさんすごいすぎませんかみたいな感じなんですけど、まあそんなところでゾゾスーツ着ながらタバコを吸いながらっていう感じで、まあそういう近況報告でした。ブログも始めたんで、もしよかったら見てください。雑記ブログなんですけど、しょうもないブログなんですけど、まあ始めたんでリンクとか載せとくんで、もし気になったら見てください。どうもありがとうございました。